肉親チャンネル始まるよ。はい、おはようございます。というわけでちょっと休むつもりがだいぶ休んでしまいました。浜松、これからねキャンバケ、今日は金曜日なんですけど、前入りして準備をしていきたいと思います。恒例だね。一応ねみんなで12時に集まろうかっていう話をしているので、これから向かっていきます。残り距離がね70キロぐらいなんだけど、途中でちょっとホームセンターとかで買い物してから行きたいです。今ねあそこでちょっと給油をしたいんだけど189円は高いよな、レギュラー。とりあえずあと70キロ走れる分だけ入れていこう。あとは下で入れよう。ここでいいな。よし、出発。透明でいいんだよね。新透明じゃないよ。あ、まあどっちでもいけるのか。怖っ。まあお天気もいいし、気温もちょうどいいし、風もないし、最高ですね。うん、初めてかな、こんなキャンバカになりそう。あ、東北は大丈夫ですよ、東北はね。おお、あ、アストロメガ教習車だ。かっこいいね。7500円、5080円、安い。ああ、マクドナルドあっちだ。よし、出発。ここで大体何でも揃う。カインズさ、うちの近くにないからさ、仙台にはあるんだけど、久しぶりに来たけどすげえよね。そものの DIY とかそういうもののこの揃い具合が半端ないね。さてと4キロです。時間通りに着きそう。さあ到着ですよ。いいね、浜名湖いいね。水陸両用車で遊べそうだね。ああいる、みんないた。マルパパの車だ。あ、いいですね。早いな、もう始まってるぞ。よし、到着だ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちゃったよ。はい、災害派遣災害派遣です。ありがとうございます。来てくれてよろしくお願いします。お願いします。天気良さそうですよね。天気は、はいはい、いいみたいですよ。暑いぐらいね、なんか、うん、そうですよね。じゃあこっちの方がいいね。じゃあ聞いて。その方が多分遅まり、うん、はい、大丈夫です。ほんといい天気ですね。ここから明日こうずらーっと並ぶんだね。もう湖面もキラキラしてて、水陸両用車をもし持ってきたとしたらどっかから降ろせるかな。あ、やっぱ段差になってんだね。あ、行ける。ここ行ける。ここ登ればいける。そしたら来年
もし水陸両用車持ってきたらここで泳げる。そしたらやっぱり何としてでも船舶登録しないといけないね。やだこの人って。あ、飲んでる。もう違う。じゃあ犯人は白のさかいで能登で FF ヒーターが調子を崩してしまいまして、現在使えない状況になっています。でね、近くにいたら自分で見れるんだけど、エアカミをしたんじゃないのかなとは思うんですよね。オンしてみましょう。何が調子悪いんだろうな。ヒューズは飛んでないな。でポンプが動くかだな。ポンプは言ってるけど、夜ストーブないと寒いもんな。ヒーターファン回り始めましたね。ポンプ音が大きくなりました。さあどうだ。お、来たんじゃね。来た、音符出てる、音出てるね。あ、来てるね、燃焼してる。排気、熱い排気出てるわ。やっぱ使い慣れてると直せるよ。うん、使い慣れてると直せる。ほらね、ピロピロって熱っ。休憩しようと思ったんだけど、寒かったら困るなと、白川郷のあたり寒かったら困るなっていうことあったんで、結局南の方まで降りてきたんですよね。でも今日ヒーターこれで使えるようになったから、まあ、帰りはもう明後日日中だから関係ないか。浜松であったかいから関係ないけど、これでしばらくはいいですね。うん、生でトモさんの、おっ、へぇー、設置が実演販売。おなんかだいぶ大丈夫か、うん、大丈夫じゃない。あー、ちょっと こうやって皆さん写真を撮っていますね。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。ここに本物の車好きがいます。もう吹いています。僕に構ってくださいみたいになっちゃうんで。ありますよ。だから今回は次はちょっとテントを張って、はいはい、外から見えないようにした方がいいかなって思ってるんですよね。スタンカーメンみたいな。で、これから皆さんをねお迎えしていく準備をしているところです。本当今までにない、今ね風も見てください、風もほぼない、そよ風で天気も最高。まあ、奥はね、あの他のキャンパーの人たちが入るんで全面貸し切りではないんですが、ここをねキャンピングカーで埋めたいと思います。僕あの入り口のところで。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。ちょっとまだ早いんでしばらくお待ちください。はい、いや揃いましたね。後ろのギリギリまで来ました。何メーターあるんだろう、ここに200メーター以上あるのかな。はい、キャンピングカーバケーション2024スプリングにようこそおいでいただきました。ありがとうございます。ちょっとなんか久しぶりかわかんないですけど、ちょっと緊張しますね。ありがとうございます。まあ、今回はですね、見ての通り晴天でございます。はい、ありがとうございます。今までね6回やってきましたが、こう雨に泣かされ、雨のキャンバケと言われ続け、ね、あのスタッフ、YouTuber 一同ずっと悩み続け、今日はねこんなもう天気も最高ですし、皆さんがもう笑顔になるようなライブにしたいと思っておりますので、ぜひ16時から歌います。皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。2日間ですね、また皆様と一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。相棒の熊野監督です。はい、今日はですね、僕能登にキャンピングカーを被災地で貸しておりまして、そこから引き取り継いでちょうど一緒にやってまいりました。2日間どうぞよろしくお願いします。一本ください。はい、ありがとうございます。またゴミは持ってきてください。はい、ありがとうございます。アユの塩焼きを買いました。食べよう。うわ、おいしい。魚大好きだからね。だるまさん転んだ知ってますよね。知ってます。知ってますよね。多分関西ではボンさんがヘオコリだと思うんですけど。だるまさんが転んだ。おっと、うわ、セーフセーフ。なんか安い。いきます。だるまさんが転んだ。セーフセーフ。いきます。だるまさんが転んだ。アウト。はい、アウトですね。はい、じゃあちょっと声をかけていただいて。アウト。アウト。ちょっと滑るんですね。すいません、スタッフさん、もうちょっとシビアに見ましょうか。こんだけ残ってたらちょっとあれですね。いきますよ。だるまさんが転んだ。だるま、おめでとうございます。はい、大丈夫ですね。はい、何番ですか。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。ではおめでとうございます。わー、イエーイ。みんなに見して、みんなに見して、みんなに、みんなに見して。マッスルシンガーの天野清隆です。よろしくお願いします。皆さん楽しんでますか。楽しんでる。はい、もうね、ちょっと日も落ちてきていい感じの時間帯になってまいりました。最高の思い出に私もしたいなと思ってますので、最後まで楽しんでいってください。では1曲目、私のオリジナル曲で「大空へ」という曲を聴いてください。おめでとうございます。はい、
ということで1日目のプログラムはこれで、1日目のイベントが終わってね、それぞれの時間になりました。すごいキャンピングカー夜景ですね。こんばんは。こんばんは。よろしいでしょうか。乾杯しよう。乾杯しよう。はい。じゃあまあまあ。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます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 。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。乾杯。はい。こんばんは、お邪魔します。よかったら乾杯。乾杯を。ありがとうございます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 。お願いします。ありがとうございます。いい雰囲気ですね。ね、いい雰囲気。はい。ありがとうございます。いきなり鬼に出てほしい。はい、おはようございます。朝です。今日も最高にいい天気。ね、朝のスタートは結構キャンバケは2日目はゆっくりなので、みんなねのんびりとこう時間を過ごしています。おはよう監督。あ、これねベアレンの森岡から持ってきたビールです。頑張ってね。ありがとうございます。お、かわいいですね。これ目立つところにありますよ、ね、あ、本当だ。あった、やった。はい、こんな感じのことをします。キクちゃんお願いします。上手これ。はい、靴飛ばしみんなでやっていただこうと思っておりまして、はい、ちょっとね朝から、まあ、せっかくの快晴なので体を動かしていただこうと思っております。お、うわー、来たか。あ、ファール、残念残念。距離はね、23メーターぐらい出てたんですけどね。惜しい、惜しいです。はい、はい、では次行きましょう。あ、わー、気をつけてください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。最初はグー、じゃんけんポン。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらのポータブルハンモック、またじゃんけんでやらせていただこうかなと思いますので、ぜひぜひ参加してください。じゃあおめでとうございます。はい、キャンピングカーバケーション2024スプリング、はい、もう快晴にね恵まれまして、もう今回はね本当に晴れ男と晴れ女ばっかりのイベントだったかなと、はい、思っております。ありがとうございます。もう5月にご存知だと思いますが、
福井県坂井市の方でキャンピングカーバケーション in 北陸ということでね、開催させていただきます。もう募集の方は始まっておりまして、来月ぐらいかな、来月の頭ぐらいまで、申し込みできますので、ぜひお越しいただけたらと思います。関東の方とか今後、東北、九州、その辺りも、今どんどん打ち合わせをしていってます。はい、ということで、キャンピングカーバケーション2024スプリングこれで終了です。はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりです。ありがとうございます。5回あります。5回みんな伝えてね。1回目ですもん。始まりやから。はい。ということで、まあ来月は北陸があり、その次は関東。はい。お手を拝借。はい。よー。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。